アルマさん、対戦するのが楽しみだった選手はいますか？対戦するのが楽しみな選手、はい、いや、 やっぱり同級生、うん、まあ、それこそやっぱ涌井とか、はい、ダルビッシュになっちゃうんですけど、うん、まあ、その時はすごい楽しみっていうか、うん、やっぱいろいろこう考えるじゃないですか、はい、あいつの性格だったら何投げてくるんだろうとかいろいろ考えるじゃないですか、 だからそういうのはすごい楽しかったですね。うん、で、まあ、試合前とかにも連絡たまに取ったりしてたんで、まあ、冗談言いながら、まあ、どうやってあいつ何投げてくるかなとか、うん、っていうのはすごい考えてます。知ってるからこそですよね。知ってるからこそ、なんかその裏読んだらそれ表だったりみたいなのもありましたし、逆になんか本当に真っ向勝負の時もありましたし、まあ、すごいいい思いですね。